どうせいるお金が世界中で日本の老人ほどお金を持ってる人がないんで1250兆、東京のキャピタルの埼玉かどっかにね、東京を全部移すのに1200兆いるんで、円いるんですよね。そういうお金はすでにあるんですが使わないでしょ。そして残しているから、3人の息子に残すとなると、その一番ですね、3番目のお嫁さんがそのお母さんを、おじいちゃんの世話をしているから、その家ぐらいは残したんだけど、それに反対をして、3人の息子以外にお嫁さんもありますから、またお嫁さんがうるさくて、これはやっぱり3分の1に分けるべきだっていうようなことですね、それ喧嘩になって、お金を残すことが兄弟がですね、絶縁をするようなことが起こらないように、やっぱり私たちは裸で生まれて裸で死ぬ、私たちは勲章を持って死ぬこともできない、財産を持って死ぬこともできない、私たちは裸で生まれて裸で帰る、そういうふうなことを考えますとね、最後にね、私たちはね、私は生まれてきていろんなことがあったけれど、今私が残したい言葉は、ありがとうよ皆さん、お世話になったね、何もできなかったけれども、私は全然ありがとう。自分の命が与えられた、自分の希望で生まれたんじゃないんですけど、気がついたら自分であった。その自分が生まれてきてよかったねという感謝の言葉で最後ですね、この世を去ることができれば、その残っている友人や、あるいはですね、子供や孫や、そういうふうな人たちは、あんな生き方をしたいなというふうに思うに違いない。ところが死ぬですね、1週間の前で、あの人はまだ100万円貸していけと返してくれる。まあ、そういうようなことをですね、言っておればどうしようもないわけですから、私たちはですね、シェイクスピアの劇に終わりよければ全てよし、終わりがよければすごし、私たちの人生の999が苦しくても最後がよければ、人生が全体がですね、これが良いんだなという、だから皆さんの人生のですね、はですね、最後になってそのですね、意味が分かってくる。今は辛いかも分からないかも、いろんなことがあるかも分からないけれども、皆さんが最後にね、感謝の言葉でですね、さよならを言うことができれば、こんなに素晴らしい言い方はない。私たちはどっちも今生もですね、いろんな財産をですね、持って死ぬことができないということ、そういうことを考えて、私たちはですね、何が今私はにできるかということをですね、いつもいつも考えて、それがですね、スウェーデンやですね、デンマーク、その他のようにね、社会福祉が非常に、社会保障が非常に完全でなく